おはようございます、どうもおはようございます、どうもコアラです。さあ今日も元気にウイニングイレブン2021をやっていきましょう。まずは前回のね、岩動画で皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずはですね、その案に賛成さんからです。ギガ減らされたくなくて選手紹介早く終わらせようとするのそういうことです。まあ一応今回からはホームルーター、はい、同意しておりますんで、やっと私のギガが使えることになりました。非常に安心しております。とはいえまああんま使いたくないことはあります。はい、まあまあまあ、まだその決まってるからね、はい、使えるギガ数が、はい、いずれにせよ。続いてサボマルさんからです。3分52秒のシーン、アキラ早く楽天モバイル連絡よこせ、問題発言でそうということです。こちら大変失礼いたしました。その翌日ですね、楽天さんの方から連絡が来まして、今非常に使いやすい状態で使わせていただいております。そのところ楽天モバイルさんあることによってスマホのねネット助かっております。ありがとうございます。だからテザリングとかにもかなり便利っていう、配信とかはできる。でむしろじゃあ、うん、今これやってもいいってこと。いやそれはまた違う話になってます。なぜ、うん、マジで問題なくない、それは。いやその顔はやめて。むしろだから14日の方が大事な配信ということであれば、はい、今日は撮っときたいですけど。いやだからまあそのスピードとか知りませんけど、だからちょっとだ試しに見てみましょう、うん、今度ね。いや今ではい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 、いやなんでその楽天の広告関係みたいになってんの。いや違う、ワイルでガチャ引けるかみたいな。いやいいんだな、PR 案件になってますね。だからやってみましょうよ。はい、わかりました。最後にかけそば新作さんからです。アッセンさんには負けません、レタスということです。これどういうことですか。何が。いやそのアッセンさんというのは、わかりました。え、わかりましたっては何。え、なになになに。いや、だからアッセンさんってのは誰かわからないってことね。え、やめてよ。レタスケさんってこと。マジでどういうこと。いや、その気持ちをじゃあ、かけそばさんにつけて。いや、ちょっと、いや、もう自分ね、ちょっと、カッターって。いや、それは意味がわかんない。アッセンさんってマジで何。え、アメで誰か、どのキャラクター。あなたのことじゃない。もしかしたら、もしかしたらだけど。なんで俺アッセンさんなの。まだデータをもらってからってこと。あ、そういうあっせんね。わかんない。いや、多分そうでしょうね。あ、そうなの。俺、なんでお前それ真実を言わないの。真実とかは、それは知らない。それは影蕎さんのみぞ知る。うん。じゃあ、お前はもう知ってるってわけじゃないだろうな。うん、ネットが全く何もない状態の時、かけそばさんの方からですね、DM の方で情報をこれいただいておりました。本当ありがとうございました。そばの味噌汁屋ってことです。やめてそれは。まあ、私はレタスケさんのことだと思いましたけど。はい。はい、ということで、今回は週刊 FP のガチャ引きやっていきたいと思います。はい。じゃあ、Wi-Fi の設置をお願いします。違う。どうか見して。はい。私の方が出ないっていうのは、あれはちゃんとテザリングはしてたんですけどね。うん、いやプレステ4でのみなぜか検出されなかった。うん、いやそうでした。いや切れるとこじゃないけど、いやっていうのが意味が分かんないから。いやでも結果もだから俺 Y モバイルのも死んだからね、今月のこれでこのガチャ引きでもう。いやだから死んだところもう追加してんの。だからその分生き残ったでしょ。いや生き残ったの意味が分かんないけど、アイコニックは。いや関係ねえよ、試合してね。ギガを犠牲に。ああ、かなり遅いね。楽天モバイルではやめてよそれ、敵にも。ええよ、値札通りが確認したかは。やめてよ。したって。値札通りでした。リアルに無料ということなんで。これはちょっとさすがに、ちょっとゲームガチャ引きの方でこっちでテザリングでっていうのはちょっと難しそうでした。はい、はい、周回 FP ガチャ今回は引いていきたいと思います。はい、さあこちらが今回の周回 FP のメンバーになっています。まあまずはレバンドフスキー、ハリー・ケイン、この2人はもちろん狙っていきたいですね。あれインシーニアはスーパーサーバーあるんだっけ。あるんじゃない。はい、はい、あるね、インシーニアもいいね。まあ基本多分これまでの CS とかと比較しても週刊 FP の方が強いはずだからね。ラビオもいいね。はいはい、まあスタミナも高いですし、まあ身長188cmか、なるほど。うん、闘争心、インターセプト、これもなかなか中盤で活躍してくれそうですね。私狙っていきたいのはレバー、ケイン、インシーニア、ラビオ、この4人です。あなたの方は。まあ特に欲しいのはレバンドフスキー、ラビオ、マンチェニですね。このヘディング決めてました。それではじゃあまずあなたの方からいっていきましょう。はい、さあ週刊 FP ガチャポンピーの一発目になります。イタリアに落ちてきた。インシーニアです。まあ俺はかけそばさんの見て勉強します。お願いします。はい、はい、まだ緑多いです、ね。うん、か
85以上がかなり多い。スピード瞬発力90、80、キロなかなかいいですよ。スタミナもあるしね。はい。まあでもスーパーサブかな。ダブルタッチがいいですね。コントロールカーブも、はいはい、ワンタッチシュート。これは途中交代入っていて試合を大きく動かしてくれそうなタイプの選手です。はい、はい、さあ主君 P がチャーポン P の2回目です。ドイツはいかない。いやーイングランド誰がいた。ヘンダーソンとかいたね。いやアマーティー。アマーティー、はい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 。金玉来たか。もうやめてよその言い方は。ダニエル・アマーティーです。まあ、ここから全部5以上上がるんでフィジカルコンタクトとか強いですね。うん、フィジコン強いね、確かに。いや、お得意の闘争心の話をお願いしますよ。うん、まあ、じゃあそこはあんま重視してないけど。いや、してるけどね、毎回聞いてると。はい。はい。楽しみにしてもらいましょう。いや、もらいましょうと。お前が楽しめ、まずよ。この時は。はい。さあ、ラスト FP ガチャ3回目。イタリアのチェックマイチールはあるわ。ラビオ。ラビオ。惜しかった一人。ラビオ引いてきました。まあ、ラビオはね、でかいし、うまいし、ね、大型の中盤の選手ですね。うん、まあまあまあ、スキルもすごいたくさんあるし、ワンタッチパスとスルーパスとかもいいですね。はい。インターセプトもあるのもいいね。インターセプトしてそこからも上がっていくみたいな。はい、まあ、5ずつは上がりますからね、はい、スタミナとかもかなり高くなりそうです。これは期待できます。はい、以上がポンピーの FP ガチャでした。この後は私です。頼むよ。ここ最近もいい気はなかなかできてる。マッキーも結局持ってきたしね。さあスペインって誰がいたかい。メリノ。これはちょっとクラブはどこかな、はい、これ。いや、ソシエダ。レアルソシエダ、ミケル・メリノという方。スタミナがだいぶ高くなりそうと。いや、いや6ぐらい上がるでしょ。いや、5でしょ。あ、5だ、間違えた。5上がるわ。まあ、一番はボールコントロールですね。ボールコントロールね。まあ、ドリブル、ボールキー、グランダーパス、フライパス、まあ、ここら辺も上がってきそうという感じ。フィジカルも全然弱くないし。あ、そうね、確かに。プレイヤースキルはこのような形になってます。まあまあ、まあまあじゃないでしょうか。頼む。レバー来ないで。レバー来て。レバー以外。レバー来こう、レバー、これ、レバー、これ。イングランドってことは、ケイ。ケイ。ハリケイ、イズワン、ナウン、ワン。昔の FP でも俺確か引いてるんだけど、これはもうまさにね、かけそばさんの情報を見させていただきたいと思います。どうなんだろう前のと比べて。 FP なの前の。いや確かこれ FP 引いたはずだけどな。この後見させていただきます。いやまあまあさすがの能力、オフェンスセンス、決定力も高いです。フィジカルコンタクト、スタミナ、まあ身長188センチということになってます。ラインブレーカーなんだ。プレイスタイル、プレー、あ、ミドルシュートもあるの、いいね。前からあったか。はい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 。ワンタッチとワンタッチパスでいいな。これは楽しみな選手が加入してまいりました。さあいよいよラスト。ここでレバー持ってこい。レバーもしくはラビオ、あるいはインシーニア、その中から一人で頼む。来い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 。ここで RT を私も引いてきました。能力は省略させていただきます。ご視聴ありがとうございました。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。